こんにちは、ディースケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴのポリパック2022年の新作をチェックします。今回の動画を最後まで見ていただければ、レゴのポリパックって何を、新作セットの内容、これらのことがわかるようになっていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まずはレゴのポリバッグについて簡単に説明します。こちらのセットはレゴの購入者プレゼントとして配布されたりですとか、あと今現在日本だとコンビニで販売されています。箱ではなくてビニールのパッケージに入っている小さいサイズのレゴのセットになります。今までも多くのポリバッグのセットが登場していますが、確か2019年からだったと思います。購入者特典だけではなくてコンビニで販売が開始されたんですよね。レゴがコンビニで購入できちゃうというこの流通ルートはすごく良い流れだなっていうのを感じました。ただ一方でやっぱりレゴってすごく人気があるっていう点と、あとは全てのコンビニで取り扱っているというわけでもなくて、このポリバッグを買えた人と買えない人がいるっていう状況になってしまってるんですよね。ツイッターではコンビニレゴっていうハッシュタグで検索してみると、ファミマやセブンイレブンにこのポリバッグがあったよとか、もうこの地域ではどこにもないよとか、手に入れたい人のツイートが確認することもできます。そして2022年も多くのポリバッグが登場する予定になっていますので、現段階で確認できていますセットを製品番号順に一気にチェックしていこうと思いますが、レゴ公式から正式に発表された情報ではないので、購入者特典になるのかコンビニでの販売になるのか本当に発売されるのかまだわかりません。そこはあらかじめご注意ください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで2022年も本当に多くのポリバッグが予定されているようでして、今からとても楽しみではあるんですが、個人的にはそうですね、スパイダーマンのブリッジバトル、バットマンのバットモービル、スターウォーズの AT-ST、この3つのセットが特に欲しいなと思ってるんですが、購入者特典にしてもコンビニ販売にしても争奪戦になるイメージしかないんですよね。皆さんは手に入れたいポリバッグはありましたか？欲しいなって思うセットがあったらいいねやコメントで教えてくれると嬉しいです。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。